はい、こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょっと。お米。せーの、よい。ナポレオンフィッシュっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ナポレオンフィッシュっていうことでね。どえらい魚が入りました。こちらのお魚、皆さん水族館で見たことあるんじゃないでしょうか。正式名称がメガネモチノノって言います。この魚は水族館で超人気者なので、あんまり食用に向いてないんじゃないかなって思う方多いと思います。でも実はとっても美味しいみたいです。香港ではとっても高級な魚として扱われてるらしいですよ。でこちらが沖縄県産ですね。こちら11キロになります。お値段がキロ5000円なので5万5000円ですね。で、僕の聞いた話によると、このナポレオンフィッシュって漁師さんのボーナスって言われてる魚で、生きた状態だとこのぐらいの大きさだと1匹20万円から30万円するらしいです。水族館が買い取るみたいですね。ただ今日のナポレオンフィッシュはしっかり締めてあります。食用で僕が買いました。それじゃあゆっくりと観察していきましょうか。ああ、まな板にあげたいけど、うわ重っ。まな板にあげるのも一苦労。全体のフォルムがこんな感じですね。とてもずんぐりむっくりですよね。体高が高くて、で尻尾がとても短いです。すごく可愛い尻尾してます。で尻尾には網目模様があって、縁が黄色で枠取られてます。鱗はかなり大きくて硬い鱗がついてますね。でヒレからこの頭にかけて、とっても不気味な網目模様がバーッとついております。でこれがお口ですね。とっても肉厚な唇してます。牙はかなり硬いですね。でナポレオンフィッシュは実はベラ科の魚なんですね。でベラ科の魚の中でも最大級になるお魚の種類ですね。で生まれてすぐはメスで、大型になるとオスに性転換するんですって。その習性もベラと一緒ですね。で最大2メートルにもなるんですって。なのでこれ1メートルもないので、これの倍以上になるってことですよ。重さで言うと20キロ、30キロになるんじゃないでしょうか。そうしましたら今日はこちらのナポレオンフィッシュを使って、ナポレオンフィッシュのお刺身と甘酢唐揚げ、こちらの2品作っていきたいと思います。おし、そしたらまずこの硬い鱗を取っていきましょうか。ではすき引きをしていきます。こんだけ大きいとちょっと不安だな。待て、なんか鱗が分厚すぎてよくわからんですね。あ、でもいけてそう。よっしゃ。うおー、すげえ。間違いなく今まですき引きしてきた魚の中で一番鱗がでかい魚ですね。あ、すごい、ヘビみたいですね。ただとてもすき引きしやすいです。ほら、めちゃくちゃすき引きしやすい。今までで一番すき引きしやすい魚だこれ。なんかね、すき引きというよりかはフルーツの皮を剥いてる感じですね。で鱗が大きいからまとまってすき引きできるんですよね。すっげー楽しい。はい、もうできました。こっちが綺麗に剥げましたら裏も剥けます。よいしょ、いきますよ。まずは真ん中を力強く剥いでいきます。はい、すき引きができました。めちゃくちゃすき引きしやすかった。包丁3回しか入れてないですからね。とってもすべすべで綺麗な肌してますね。よし、そしたら頭を落としていきます。で、この締めてあるところの骨触った感じ、めちゃくちゃ硬いんですよね。普通大きい背骨が真ん中にドンってあって、薄い骨が上下ついてるんですけど、ぶっとい板みたいな骨がズンってついてるんですよね。とにかく骨が硬そうです。ちょっと行きましょうか。デバで行けるかな。
本当は内臓を出したくないんですよ。多分この手のタイプの魚は内臓めちゃくちゃ臭うので。ただナポレオンフィッシュの内臓なんて見てみたいじゃないですか。できるだけ傷つけないように内臓を取り出していきます。うわ、どうした。トラもびっくりな内臓です。めちゃくちゃ骨硬い。やばい、包丁で断ち切れんかもしれん。これ何これ、どうやって切るの。ちょっとこれね、ダメだ、包丁が負けちゃう。はい、こちらがナポレオンフィッシュの内臓となってます。これ心臓ですね。鎌の下に心臓がありました。心臓で、これが何でしょうね。これ多分肝臓ですね。これは食べれなさそうですね。で、とっても柔らかい、水っぽいですね。で、これが腸ですね。腸があって、で、この付け根についてるこれ、これ卵かな、これなんだろうな、これで、ここ浮き袋ですね。浮き袋がめちゃくちゃ大きいです。で、浮き袋の下にこういう風に腹骨が見えますね。匂いはね、思ったよりきつくないですね。ベラ科の魚ってことは雑食でいろんなものを食べるので結構臭いかなと思ったんですけどね。あ、でも今肝触ったんですけど結構脂っぽいですね。かなり脂っこい。肉厚だな。脂はどうだ。お、油はね、あるぞ、これ。だいぶ霜降ってますね、ここら辺。こうやって下ろしていきます。あんまりね、反転させたくないので。こういう感じ。よし。そしたら、反転させて、こっち側は背中の方から攻めましょう。で、身はね、かなり割れやすいですね。やべえ、めちゃくちゃ失敗しちゃってるかもしれない。ここで一回割るか。半分にして、ここで一回落としちゃいます。うわ、こっち側下手くそ。はい、背中の方。で、ね、腹骨を断ち切って。腹骨も硬ってぇな。で、お腹の方の身も落とすと。はい、OK。はい、ではこのように下ろし終わりました。そしたらこっちを使いましょうか。こっちは配りたいと思います。ナポレオンフィッシュですって言って受け取ってくれるかな、どうぞって言って、楽しみだな。ではでは、腹骨をすいていきたいと思います。腹骨の骨がめちゃくちゃ太いんですよ。スペアリブみたいな骨してますね。そりゃ包丁でなかなか断ち切れんわ、こんな。とにかくナポレオンフィッシュは骨が硬い、これ覚えておいてください。はい、取れました。お腹のここね、脂乗ってるんですよ。美味しそうなんですね。背中のここもね、すごく脂乗ってます。でもこうやっておろしてみると意外とちっちゃいですよね。そんなに身は取れる魚ではないですね。で、血合い骨を取っていきます。はい、そしたらこのように背中とお腹に分けれました。そうしましたら、今日はこちらの背中の方を使っていきたいと思ったんですけども、やっぱりお腹の方を使っていきたいと思います。はい、ここに食塩水を用意しましたので、食塩水の中にくぐらせて、塩水処理をしていきます。表面の汚れを落としていきます。塩水で洗うと浸透圧で身がブヨブヨになりませんので、白身魚洗う際は塩水で洗ってくださいね。でこれちょっと細かい鱗とかもついてますんで、ここで取ります。で、表面がヌルヌルしてきましたら、OK の合図。なんか、若干ね、青いんですよ。なんで青いんだろう。よし、そしたら、こっち。こっち唐揚げにしましょう。で、こっちの尻尾の
ここ油の乗ったここですね。ここは皮引いてお刺身でいきましょうか。よいしょ。これが皮を引いたナポレオンフィッシュの皮目です。皮目は油ありそうですね。そしたら水気をしっかり取ってバットに入れてラップをして少し冷蔵庫で休ませましょう。はい、そしたら唐揚げの用意をしていきます。一口サイズに切っていきます。まずは3等分に横に切って、まあ、このぐらいかな。このぐらい皮はつけたまま切っていきます。よし。そしたらボウルに生姜を少し、ニンニクも少し、でそこにお酒で、お醤油で、そこにナポレオンフィッシュを入れます。そしたらこれも冷蔵庫で1時間ほど寝かします。はい、そしたらその間に甘酢タレを作っていきます。お鍋に醤油、お砂糖、お酢、今日は赤酢を使います。みりん、生姜チューブをちょこっと加えます。で、少しとろみがつくまで加熱していきます。よし、こんなもんでいいでしょう。これで甘酢ダレの完成ですね。で、そしたらこちらだいぶ下味がつきましたので片栗粉にまぶしていきます。もう片栗粉は克服しつつあるんですよ。この状態でジップロックに入れて、よし。で、箸を使って片栗粉の中に入れていきます。で、空気を軽く入れて、で、まぶして、そしたらこちらを揚げていきます。よし、そしたら油を温めていきます。で、油温めてる間に刺身切っていきましょうか。今日はシンプルにお皿に妻で大葉を添えて、そしたらじゃあまず成形して、5巻切って、よし。で、ほうじ草を添えて、食用菊も添えます。はい、これでナポレオンフィッシュのお刺身の完成。はい、では揚げていきます。温度は160度でじっくりと揚げていきます。はい、カラッと揚がりましたら、こちらに甘酢ダレを絡めていきます。たっぷりと絡めていきます。そしたらここにネギを刻んで振りかけていきます。お皿に盛って、でネギを振りかけたら、ナポレオンフィッシュの甘酢唐揚げの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこちら、お刺身からいただきましょう。さあ、水族館の人気者ナポレオンフィッシュのお刺身は一体どんな味なんでしょうか。いただきます。うん、もっちもちですね。ちょっと大味ですね。結構筋っこいかなと思ったんですけど、筋はそんな気にならないです。で、後味に若干の独特な香りがあるかな。刺身としてはそんなに評価しづらい味ですね。点数で言うと60点ってとこですね。ではこちら、甘酢唐揚げ、個人的にこれすごく期待しております。ここら辺をいただきます。うわ、うんま、なんじゃこれ。
バッチバチにうまいですね、これ。やっぱり香港とか中国ではとっても高級な食材として扱われてるみたいなんで、こういうお刺身とか、和な感じで食べるんじゃなくて、こういう揚げ物とかにした方が、この魚はうまい。身がホロホロして、とっても身に旨味もあります。美味しいです。はい、ということで今日はこちらのナポレオンフィッシュの甘酢唐揚げとお刺身ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！ギーノのやつ。今日は小さめのグラスでいただきたいと思います。よいしょ。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。うめえ。今後水族館でナポレオンフィッシュ見ると、わ、美味しそうって思ってしまうわ。それじゃっくり、食べていくよ。ちょっとそろそろ髪の毛が限界だな、切りに来て。けど今は我慢。ごちそうさまでした。ということで、今日は水族館の人気者、ナポレオンフィッシュ、正式名称、メガネモチノウオっていう魚をさばいて食べてみましたけども、あの魚はお刺身は、って感じですけども、揚げ物にすると化けます。うまいです。煮付け塩焼きよりも、あの身質は揚げだな。揚げがうまい魚だなって思いました。ほんであの、すき引きですよ。あんなに簡単にすき引きができる魚は、初めてですね。皆さんも今後、水族館で、ナポレオンフィッシュ見かけた際は、ああ、金子食べてたな、すき引きがしやすい魚なんだな、あんで揚げがうまいんだなって思い出してください。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。